こんにちは。サンロードの花園です。もうすぐ夏ですね。夏と言いましたら去年コカ・コーラさんからですね、あのコカ・コーラクリア、透明なコカ・コーラ発売されましたよね。今年もですね、コカ・コーラさんより透明なコカ・コーラの新商品が夏季限定で発売されましたので、本日はですね、そちらご紹介しようと思います。本日ご紹介する商品はこちらになります。コカ・コーラクリアライムです。今年はライム味のコカ・コーラクリアになっております。去年発売されましたコカ・コーラクリアはですね、ゼロカロリーだったんですけれども、今回のコカ・コーラクリアライムはですね、こちら 500ml のペットボトル1本あたり 240kcal となっております。普通のコカ・コーラがですね、 500ml のペットボトル1本あたり 225kcal ですので、カロリーがですねちょっと高めとなっております。なんと言いましても気になるのはやっぱり味ですよね。それでは早速飲んでみようと思います。いただきます。この音がいいですよね。あのプシュッという音しますけども、その時にですね、香りも一気に爆発しまして、ラウンドの香りがいたしますよ。それではいただきます。率直な感想といたしましては、ハッカメ、あの飴をですね舐めながらスプライトを飲んだような感じの味がいたします。ライム果汁が入っているせいかですね、後口がですねかなり爽やかですよ。この夏限定発売となっておりますので、ぜひですねコカ・コーラクリアライムお試しいただければと思います。とっても爽やかですので、暑い夏にはもう最高ですよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。最近ミックスジュース流行ってますよね。ということで今回こちらのコカ・コーラ、普通のコカ・コーラとこちらコカ・コーラクリアライムをですねちょっとミックスしてみようと思います。どうなるですかね。それではミックスします。はい、色的にはですね普通のコカ・コーラより若干薄くなったかなって感じですね。それではいただきます。ちょっと待って、意外といける。これまあ同じコカ・コーラかもしれませんけど、なんだろう、めっちゃいけます。普通のコカ・コーラを飲む、普通にコカ・コーラを飲むより結構口当たりが爽やかですし、なんかかなりいけますね。ぜひ試してみてくださいね。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。またですねこちらの動画もよろしければご覧いただければと思います。コメントもですねお待ちいたしておりますので、もっとしどしコメントをしていただければと思います。それではだんだんなー。